はい、こんにちは。問題考えたんですけど、考えたんですけど、まあ、所詮、まあ、毎度毎度、今までやったようなやつのアレンジでに過ぎないんですけども、最初、まあ、昔、81で割った余りなんていうのを、やったことがあったんで、じゃあ今度81、区画81に、じゃあ次、葉っぱ61でやってみようかなと思って、これを64で割った余りは、なんて問題を考えて、で、解いて、計算して、やって、ああ、いいかなと思ったら、待てよって、待つの必要がないんですけど、まあ、葉っぱ64だから、これは2の6乗。2の6乗って、10の6乗は2の6乗かけ5の6乗だから、10の6乗って64で割り切れるんですね。当たり前ですけど。そこで6よりでかかったら、もう6以上だったら何乗でも2の6乗で割り切れるってことは、10の20、2020乗なんてこんなの当然、モッド64で0に決まってんじゃん。じゃああれってマイナス1じゃん。じゃあそれは63じゃんと。考えて一生懸命いろいろ計算して時間かけて解いた問題を実は秒で出ちゃう言葉で、秒で出ちゃう問題だったと。残念ということで、割る数を変えてみましたと。で、まあ最初243にするか、3の50にするか、ちょっとさえ考えたんですけど、まあわざわざ皆さんの素因数分解させる手間は、省いた方がいいかなと思って、まあ、3の5乗としましたと。で、じゃあ3の5乗で割った余りはっていうんですけども、3の5乗は、まあ、当然、3の2乗かける3の3乗。まあ別に何度こう分けたかはすぐ分かるんですけども、この数っていうのは、1000から1引いてるんで、99999って数ですね。9ばっかり並んだ数と。これ何個並んでるかって言ったら、まあ、ちょっとちっちゃい数考えればすぐ分かる通り、100-1で99だから、まあ、この2とこの並ぶ数一致するんで、これ2020個並んでますと。見えね。2020個並んでますと。で、それはまあ当然、9かける、これが2020個と。2020個。で、まあこれって別に、ちゃんと真面目に因数分解すればこうなりますよね。10-1、括弧。10の2019乗ですね。10×10 の2019乗で2020乗。足す10の2018乗。足す10の1乗。10の0乗と。っていうふうに、じゃあまあちゃんとなってる。9×これ。で、じゃあこれがどうなってるか。3で、3の5乗で割った余りを知りたいんですけども、9×これなんですけども、じゃあ、今それですから。9×27 にしたんですけども、この1111っていう数が、かける9、これが、今3の5乗で割った時の余りが知りたいんで、これって9かける、この数が27の倍数と何かっていうふうに、こういうふうに考えてあげれば、これ展開すれば、3の5乗 N 足す9a で、まあもちろん a は、まあ0はないですけど、一応0以上26以下の数としとけば、これが求めたいものですよね。3、これはまあ今、この数そのものが、こういうふうに分解してあげれば、3の5乗、これはもう 3の5乗で割った余りには何の関係もないんで、これさえ求めればいいと。じゃあ今ここで 9×でこの数。この数がじゃあ要するに、27で割った余りがいくつかを知りたいと。じゃあ今、この、10の2019乗ですね、ここは。これが10の2019乗。で、次が10の2018乗。で、以下ずっと10の1乗、10の0乗まで、ここまでと。じゃあ、これらがモッド27でいくつなのか教えてください。この部分が。じゃあ、それには、10っていうのは9足す1の2019乗と。そうすると、これは、モッド27だったら、最初のうちの9、これ2項展開した時の9の2019乗とか、9の2018乗、まあ、コンビネーションがつきますけど、まあ、要するにもう、これらはもう全部27の倍数ですと。これ2項展開した時に27の倍数になってないのは、最後の2つだけです。最後の2つは、コンビネーション2019から1個取って、9の1乗、かける、まあ、関係ないですけど、一応1の2018乗。足す1の2019乗。この2つだけが、モッド27の余りになります。それより上は、
もう27の倍数全部なってるんで。じゃあ次も同じで、そうすると10の2018乗はコンビネーション2018から1個取った9、もう1は書かないです、足す1と。これはイコール、まあ、5度でいいや、2019×9 足す1で、これは2018×9 足す1で、以下もずっと同じで2017×9 足す1で、最後が1×9 足す1と 0×9 足す1と、まあ、最後はおよそ1ですね、この1。でそうするとこの足す1は全部で2020個ありますと。0から2019までなんで、この足す1は2020個。じゃあこの部分はっていうと、これは全部9が共通にかけられてるんで、9×0 から2019までの和、0から2019までの和だから、最初と最後足して、で項の数が2020個で、それだと倍出ちゃうから割る2と。そうするとこの式は 9×2019×1010 とが、モッド27でいくつですかっていうと、これ幸いにこの2019っていうのが3の倍数なんですよね。2たす1たす9。ってことは、これはモッド27だと0ですと。じゃあ、関係するのはもうこれだけ。じゃあ、結局これはモッド27で2020って分かったと。でそしたら、あとはこの2020が、モッド27で2010なんで、この A っていうのが2020ですと。もうもちろんそれはまだ27で割れるんで、じゃあこれが 27× 何とか足す何とかにするのに、まあ別に普通に割り算すればいいんですけど、まあ割り算27で割るのめんどくさければ、一旦9で割って、9なら割りやすいんで、9に18、22、9に18、40、9し36で、まあ余るようなのは最初から2たす2で分かってると。そうするとこの式は 9×224 足す4で、そうすると27で割った余りは、これを 3×3n プラス何とかにすればいいんですけど、これ 3n プラス何とかはもう各位の和だけ見ればいいんで、これで3の倍数だからプラス2ですね。そうするとこの式は 9× 足す4なんで、そうするとまあ27で割った余りだけ知りたいんで、この部分も27です。ってことは9に18と4で22と。じゃあそうすると A が22って分かりましたと。じゃあそしたらあとは、3の50で割った余りは、9×A、9A が求めたいもので、A が22だから、9×22 で198かな。18。はい。っていうふうになりましたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。